こんばんは。今回はスイング中の体重移動について僕なりにお話ししてみたいと思います。で、今回は、バックスイングにおいての体重移動についてお話ししたいと思います。ダウンスイング以降の体重移動のことに関してはまた、次の回にしてみたいと思います。今回はバックスイングだけの体重移動についてお話ししたいと思います。で、結論から言うと、正しいバックスイングの体重移動というのは上半身だけが右に移動することが正しい体重移動です。ただ体重移動って、なんとなくですけど、なんか足を動かさないと体重が移動 しないような感じがするんですよね。そもそも体重計に乗るのもやっぱこうやって足を乗っけて、あ、2キロ増えたとか、ね、足を乗っけて体重の数値がね出てきたりするんで、なんか体重イコールこう足は絶対みたいな、なんとなくそんなね、感じがあると思うんですけど、実は違うんですよね。はい、だから体重移動としようとすると、やっぱ足を動かさないとそんな体重移動した気にもなれないから、一生懸命ねこうやって足を動かして体重移動するんですけど、これはね間違いなんですね。で、人間って上半身と下半身をうまくバランスを保って生きてるんですよね。歩くにも何するにもバランスをうまく整えながら生きてるんです。例えば、こう立ってるこの目の前が全部、もう断崖絶壁の崖だとして、背中を誰かに押されたら、もしその背中に下半身が一緒についてったら、ピューピューってこう簡単に落ちていくわけですよね。だけど人間ってやはりバランスを保とうとするんで、瞬時に背中ボーンって押されたら、お尻を後ろに、下半身を後ろに引っ込めて、こうなるべくバタバタしながら落ちないような努力はするわけですよね。結果的には落ちると思うんですけど、はい、落ちないようには頑張ろうとするわけです。そういう感じで上半身と下半身をうまく反対方向にずらしてバランスを保って我々は生きてるんですね。なのでそれはスイングでも同じことで、どっちかがこっちに移動したらどっちかは反対側に動くんですね。その作用をうまく利用することが、体重移動をうまく理解するための最大の近道になると思うんですけど、で、最初に結論をお伝えしましたけど、バックスイングの正しい体重移動というのは上半身だけを右側に移動することです。で、バランスを保つためには、上半身を右に移動したら下半身も一緒に移動するわけにいかないので、下半身は少しこっちに移動するようなイメージが正しくなります。で、今回ここに椅子を用意したんですけど、この椅子の背もたれから指2本分ぐらい離れて構えたとして、足を一生懸命体重移動しようとしすぎてこの背もたれにぶつかる、もしくは背もたれを押し込みすぎてこの椅子自体が持ち上がってしまうようなことは絶対ダメなんです。これは何度も言いますけど、バランスを保とうとするので足がこっちに動いたら上半身はこっちに傾いちゃうんです。ご覧の通り肩がめっきり下がっちゃうんですね。これでバランス保ってるんです。これでもどうにかしてバランスを保とうとするのが人間ですから、下半身を動かしちゃうと上半身はこっちに移動します。こうなっちゃいます、ね、でも上半身はこっちに移動したいので、こうなるべきなんです。上半身がこっちで下半身がこっち、指2本分をキープ、もしくは少し離れるぐらい、もちろん回転しながらの移動なんですけど、もちろんこんなにしちゃうと離れすぎなんで、これはこれで逆効果なんですけど、上半身をうまく右に移動したいので下半身はその邪魔をしないでうまくエスコートする感じで、こうなってるのどなたです。ここになんか大きな懐があるのが大きいですね。で、うまくいくと、
この普段座る座面っていうんですかね、座面の方向に上半身目線が移動してきます。全体的にはこういう斜めのラインができていくと楽しいです。下半身が動くと上半身こっちに倒れて、どっちかというとこう地面と垂直のような軸に、軸の傾きになるんですけど、これだとダウンスイングに大きな影響が出て、悪影響が出てきちゃうので、下半身は少し引くか、キープするぐらいの場所で回転していって、上半身をこっちに押し込んであげるという、上と下の位置関係を考えながら、その正しい体重移動というのを考えていただきたいと思います。これはね、ボールから目線がずいぶん離れていくような感覚になるんで、実際離れるんですけど、やっぱりなかなか怖いんですよね。やっぱボールから目を離さないでバックスイングしようとすると、やっぱりどうしてもここ動かないから、腰がこう動いちゃうんですけど、これはダメなんですね。体重移動したつもりで体重移動してないんですよね。目をやっぱりボールから離れてもいいので、しっかり上半身をこっちに持ってる。その代わり下半身はこっちに少し、こっち側にいるつもりでうまくバランスを保つということが、人間の本質的にもゴルフの、その正しいスイングをするというところでも非常に大事なところになってきますので、もし勘違いされてる方がいれば、ここを一度見直していただいて、こうやって椅子をね、使いながらチェックしていただくのもいいと思うので、これはね、随分ね、飛距離変わりますよ。はい、これだけはお伝えしておきたいと思います。もちろんね、美しいスイングにもつながりますから、ここの勘違いをこの動画を見て分かっていただきたいと思います。それでは、チャンネル登録、それからグッドボタン、どうぞよろしくお願いいたします。それでは今回はこの辺で終わりたいと思います。いつかね、今度は、ダウンスイング以降の体重移動についてお話ししたいです。してみたいと思いますので、またよろしくお願いいたします。それではまた。